もうこれ以上。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかしあなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴、カジュアル、みんな違うけど自分たちの特徴にぴったりだな。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要です。自身の気質を引き立たせ体との一体感をもたらす、とても素晴らしいことです。ですのでおめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いのでどんな服